討滅すべく兵を揃えているさなかとか、収穫と思わしきはかかれ柴田こと柴田か。行かなきゃ。あんたとならいい肩慣らしになりそうだと、お十郎には内緒だぜ。強くして長政様を守れるくらいに。歌って、あなたが知ってる歌でいいから。どうした、鱗のねえ竜がそんなに珍しいか。青け伊達のしごきはこっからだぜ。まあそう固くな。 Not too bad。 本番で会おうぜ。中です。いよ河野と共に金塊に。白と黒の姫鳥が可憐に凛々しく舞いますよ。これも我らの生き様だ。お尋ね者に近づいています。帰る、帰れない、帰れない。嘘、嘘よ、こんなの嘘。どうして、もう何度もやり直しているのに、どうして生きて帰ると言ってくれないの。アバサ様が殺されてしまう、一のせいで。やらなくちゃ、一がしなければいけないこと、たとえどんなことをしてでも長政様を守るの。姫御前は今お祈り中だ。鈴を鳴らして邪魔をするわけにはいかんぞ。聞こしめしませ、卑弥呼様。この国の先を見せてください。どうやら先見の巫女は奥にこもっているようですな。姫御前の邪魔をさせるものか。リンリンとおっしゃられています。あれ、姫御前が鈴の音に気を取られてしまう。祈祷の邪魔じゃ。ご神託通りにしていればみんな幸せになるのでしょうか。あともう少しでわしの番か。武者狂いが止まらぬわ。これじゃ俺たち負けようがないってもんだぜ。死んだ人はね、こちらの騎士でお花になるの知ってた。切るな。奴が倒れようともまだそれがしがおる。
気を抜くなよ。打ち漏らしは俺たちが何とかするんだ。なるかもしれぬが心を乱すのお前は何段ほどで倒れる。一つ予言するぜ、伊予河野の未来は最高だ。俺たちなんか情けまいってか、この早起き野郎が。みんなあの鬼を倒してきてね。さての者とも仲良くしたいところなんですが。まったくあの子は正義正義と目を切らなければ無駄な隙もできないでしょう。兄様が言ってた、泣かぬなら殺してしまえって。そうよね、これは痛いわね。こうなったら俺は遺憾の意を表明する。そっちの親分殿へ。こっちの親分がやられました。見えた、今だ、突撃。舞を舞うかのごとき華麗な戦ぶりでござった。探索しましょう。もちろんあの子は放っておいてね。その長政様も一緒に。はい。卑弥呼様のお告げで前になくしたかんざしが出てきました。気を抜くな、雑な流れは名を滅ぼす。はい、間もなくです。ご神託がもうそこに。気は来た、さらなる速さで追い詰める。承知つかまった。王様は行きなさい。みんなごめんね。勝てる、この戦勝てますぞ。ただの小物だろう。見逃してくれよ。信じて。末目の力お使いあれ。
伊予河野改め山大国ってならなきゃいいんだけど。乗り込んでくるだけはあるか。認めよう。我らの未来は我らが選ぶ。まだまだ攻め手を緩めず参りましょうぞ。サイカ様、我らも援護。いいだろう、今が機だ。濃くなるほどあなたはお美しい。お前の生き様は我らの目をもってしても見通せない。ただ心弱きだけならば不別と共に打ち抜くまで。あなたが見つめた通り、位置は弱いわ。儚すぎて今どこにいるのかすらわからない。ただ一つ言えるのは上級している。お兄さん、こちら強いよね。戦場に漂う荘園の国、その中に我らはいる。おいおい、次は息切れってもんがねえのかよ。見てねえよ、お前の力は我らと互角。それ以上で みんなは構わないけれど、長政様を殺してはダメ。まだ見る四代目よ、我らお前と共に。流星一、貴様の心一つ救えるこの脆弱な戦を。誰かを助け、苦を除く、そういうものに私はなりたい。妙にやる気でして、仕方がないので勝負です。何度鳴らしても姫御瀬の心は揺れないぞ。私より手際が良くはないか。一だけ。